この話はですね、まずアメリカの歴代大統領に就任しますと必ず、宇宙人に会わされるんです。それはもう国家でやってることなんですよ。だけど、大統領以外にも宇宙人に会わされた人がいるんです。誰？それは誰か、はい、実は映画監督で一人だけいるんです。あ、スティーブン？そうです、スティーブン・スピルバーグです。アメリカっていうのは、映画文化がすごい発達した国なんで、うん、映画で宇宙人の存在をゆっくり人々に、こう洗脳じゃないですけどこう覚えさせてけっていうのでスピルバーグが映画を作るんです。でその時に初めて作るのが、未知との遭遇なんです。その未知との遭遇で初めてスピルバーグがリトルグレイっていう形の宇宙人を世に出すんです、うんうん、それは会った人じゃないと絶対に世に出すことはできないんです。これも一番有名なこのヒューマン型ですよね、うんうん、これがリトルグレイっていうんですが、これが未知との遭遇で初めて出てくるんです世の中に。それまで宇宙人をかけと普通の一般の人に言うと絶対に地球外のことを考えるんで、それまで宇宙人ってこうタコとかこういう形の宇宙人だったのを、はい、の、リトルグレイっていうのではっきり世に出したのがまずスピルバーグなんです。その次に、スピルバーグが言われたのは宇宙人は怖い存在ではないと、友好的な存在だということを、庶民に分からせろっていうので作ったのが ET なんです。別に敵ではないぞという感じで分からせるために作ったのが ET なんです、うん、それでここから深い話なんですけど、うん、アメリカっていうのは国家機密とかは50年守っていいんです。そうそうそう。でエリア51っていう存在をアメリカは認めたんです。それまでエリア51っていうのは、まあ、宇宙の開発のところなんですけど、エリア51っていうのはレーダーにも映らない基地なんですけど、それを、発表しましたよね、はい、で次この近いうちの50年何を発表するかと言いますと、ケネディ大統領が暗殺されましたよね。でケネディ大統領って宇宙人の存在を言おうとして暗殺されたんです。でケネディ大統領が暗殺されたのが1963年11月22日なんです。だからケネディが死んでから、42年経ってるわけですよね、はい、ってことはこの近くて8年、はい、約10年以内にアメリカは宇宙人の存在を確実に公表すると言われてる話です。へで深い話してもいいですか？いいよ。いいですよ。それなんかその流行り言葉にしようとしてない？深い話してもいいですか？深い話してもいいですか？なんか雑誌でちょっとした連載撮ろう。深い話してもいいですか？でも僕ね、ケネディがそういうふうに宇宙人の存在を言おうとして暗殺されたとかね、はい、そのというのもなんか本とかでどんなことありますけれども、はい、嘘か孫とかねまだ分からへんけど、はい、2014年でしたっけ？公表されるんですよね、はい、2013年から14年にだからその時に多分宇宙人の存在も確実に言ってくるんです。はいはい。でその深い話は深い話は、はい、ケネディ一族についてなんですけど、はいはい、呪われたケネディ一族って言いまして、ケネディ一族は政治に携わると必ず暗殺や暗殺未遂がされるんです、うんはい、それ分かりますよね、うん、で今回シュワルツネッガーが、州知事に出ましたね、うんはい、あの人が運がいいのはアメリカ国民じゃないから大統領にはなれないんで、うん、まだいいんですけど、うん、州知事を続けてる間に暗殺か暗殺未遂は必ず起きるんです。なんで？奥さんがケネディ一族の末裔なんです。そうや。その人が世に出て政治をやると必ずその政治やってる方は暗殺か暗殺未遂。じゃあシュワルツネッガーは知ってんのかな、宇宙人の存在とか奥さんから聞いてる可能性もありますよね。それが世にいつ興行をポロって出すかもわからないから、アメリカは絶対伏せますよね。いやもしも近いうちにシュワルツネッガーが暗殺とか暗殺ミスに会えば僕が言ってることが正論となるのかっていうところですけど。へえ。